今回のメンバーは、18歳のシンデレラ、チーム4の山内みずきちゃんでーす。はい。AKB48 チーム4のズッキーこと山内みずきです。よろしくお願いします。お願いします。ズッキーが来てくれました。初対面、ね。はじめまして。はじめまして。はい。ズッキーの表情から緊張がすごく伝わってくるんですけれども、うん、このズッキー。なんと1月の19日20日に AKB48 のコンサートリクエストアワー2020っていうのがありまして、うん、そこのねコンサートの最後に、うん、ニューシングルの、まあ、発売が決まって、はいはい、発表されたんですよ。そして選抜メンバーも発表され、うん、最後にセンターとして発表されたのが山内みずきちゃんでございます。ありがとうございます。つまり57枚目のシングル、はい、3月18日に発売されるシングルのセンター、うんうん、はいですね。はい。はい。3月18。もう2ヶ月ぐらい。そうですね。もうちょっとなんですけれども。うん、まあこういう感じで、コンサートって結構サプライズでいろいろシングルの発売とか発表されるのが結構恒例だったんですけど、うん、最近あんまりなくて、うん、久しぶりにこういう感じで、確かに。サプライズセンターだったんです、はい。それはサプライズなんですか？山内さんが選ばれたのはやっぱり。はい、もちろん。ズッキー何にも知らなかった？はい、何にも知らなくて。そうなんだ。もう匂わせもなかったですか？もうなかったです。そのチーム内でどうなんですか？うわ、山内さんなんだっていう感じなの？いや、もうみんなもびっくりというか、もともと選抜メンバーには何回か入ってたり、はい、チーム4ではセンターを務めてたり、うん、もちろんセンター気質があるっていうのはみんな分かってたんですけど、ここでやっぱ新たなセンターが生まれるっていうのはみんな、こう、ズッキーっていうのはまだ予想してなかったので、すごい湧きましたね。前回の総選挙92。はい、92。初ランクインさせていただいて。そっから、あ、そう、1年あったからか。去年そうですね。おととし。とはいえ、92からセンターですか？そうよ、1ですよ、1、ある意味。1ですよね。ね。92に今敵がいるんですね。抜かしてしまった敵が。91ね、91に敵がいるんですね、もう。頑張ります。その言い方。あ、そう。いや、だってこんなごぼう抜きなかなかないんじゃないの？ねえ。ズッキー、どうでしたか、うん、その発表の時は。発表の時は、もう、本当に予想してなくて、うん、その、選んでいただいた時に、もう人生で一番頭が真っ白になって、声援もみんなズッキーって言ってくださってたんですけど、それも聞こえないぐらいびっくりしてて、でセンターに立たせていただいて、その感想とか、うんうんうん、なんか意気込みとか話してる間も、なんでここに立ってるんだろうって思いながらも、ちょっとずつ責任感というかそういうのを持ってきて、うんうんうん、もっともっと頑張ろうっていう気持ちになっていきました。でもやってて活動してたら、あ、そろそろ私センター来るかもな感はないですか？そのあるじゃないですか、押されてるとか、うんうんうん、そのやっぱ、ね、周りのねポジションが変わってきたり、大人の数とかも変わってくるわけじゃなくて単純にね。いや、でも前回のシングルの、うん、サステナブルね、はい、サステナブルの選抜には選んでいただけてなくて、うんうん、そう入ってなかったんです。入ってないんですか？はい、なんか全然そう、ジワルデイズ。そっか、ジワルデイズは入ってて、はい、サステナブルで一回落ちてしまって、はい、で、次にセンターって、もう、そう、なんていうんですか。でも1月26日、ソロコン？あ、はい、そうだね。もうそあれすぐじゃん。そうなんです。この収録日の3日後。今日ね、収録日が23なんで。でも、ソロコンやるって押されてる子なんでしょ？そうです。そうだよね。そうですとか言って。そうでしょ？だから、なんとなくその、まだ、自分なりにはなんか、上り調子な感は感じてるわけでしょ？そうですね。でも、今回の選抜は、センターじゃなくて、選抜のメンバーに入れてるかどうかっていうところですごいドキドキしてたので、それでその選抜発表があった時に、名前順で、そうだね、あゆう順だったね。呼んで。いや、じゃあ、結構、そう、一番最後の。そうなんですよ。嫌だね、嫌っていう名字。そう、だから、本当にドキドキしてて、で、その自分の番が近づいてきた時に、その時は呼ばれなくって。確かに抜かされて、横山由依さんとかになっちゃったんだ。はい。終わったって思った一回。はい。だから、あ、もっと頑張らないといけないんだなと思って、うん、ちょっと落ち込んでた部分もあったんですけど、うん、そのセンターはっていうところで、うん、自分の顔と自分の名前、山内みずきっていう文字が出た時には、うん、なんか間違えたんじゃないのって思って。もしくは自分が知らないだけで、あ、よく似たやつがいるんだ。顔と名前が。似てるやつがいるんだ。そんなことはないですけど。へぇ、そっか。はい、じゃあ一回やっぱ落とされてからのセンター発表、うん、そっか。家族には
報告しましたか？家族は、うん、リクエストアワーも新体感ライブをやっていたじゃないですか。うん、生配信で、はい、スマホで見れるので、はい、今回のライブ全部生配信されてて、うん、見てたんだ。そのライブを家族も見てて、で、そのライブで家族も知って、私が家帰った時に、うんはお母さんとかも泣いてくれて、素敵、抱きしめてくれました。いい話だね。はい、いい話だね。その日は眠れましたか？ぐっすり。ぐっすり寝たんですね。興奮ためやらぬ的な言葉を待ってたから、若いってすげえな。ぐっすり寝ちゃうんだ。私もそう思ったんですけど、そうですね。逆になんかいい夢見れそうだなって思って、すごい夢見心地というか。わー。